やっぱそれ塗らんとダメなの。うん、乾いてっかんね。それ何なの最初塗るやつ。化粧水。化粧水最初塗るの。うん、それ塗らんとダメなの。うん、乾いてっかんねって。うん、で、ドーランみたいな。ドーランって言わないよ、下地ね。あ、そうなん。あ、え、これってさ、下地って感じなその、じゃあ、うん、メインじゃないんだ。うん、下地。じゃあ塗らん人もいる。いや、ほぼほぼ塗るけど、まあまあ面倒くさかったら、まあチークだけとかの人もいるかもだけど、塗んなきゃ明るくなんない。特にこの秋時期とかは、うん、まあ夏とか過ごしてっからだいぶ黒くなってんじゃん、どうしても。まあ、白いキャンパスに戻すみたいなもんか。どういうこと？いや、だからなんか汚れたのを白塗って一回白いキャンパスに戻した方が絵描きやすいみたいな。分かりづらいか。いや、お前半分聞いてない。すまんすまん。それドーラン、ついに。うん、コンシーラドーランって言い方。ドーランなんないよ。え、ドーランって言い方しないってこと？え、だドーランだろ？なんかほら、え、ドーランって言わないよ。ドーランって言わないね。コンシーラーめっちゃ強そうじゃん。どういうこと？コンシーラー。ん？どういうこと？ラスボスみたいな。コンシーラー。ラーがラスボス、コンシーラーみたいな。コンシーラー、え、クッパみたいなこと。まあまあまあ、なんかもっとエグい感じのゲーム。え、もっとエグい感じのゲーム、なんだろう。カプコンみたいな。カプコン系ってコンシーラーってなんかあったっけな。え、ロックマンとか。ああ、そうそう、ロックマンとかなんかいそうじゃない。コンシーラーって敵ラスボス。え、そうかな。え、いないって。待って、止まってんじゃんって。もうもう。いや、いいよ別に、急いでねえし。手止まってんだけど。いや、急いでねえからいいって別に。いや、私が急いでんの。え、なんで？私が急いでんの。なんで？え、ここから髪巻いたりいろいろあんの。そんな10分20分で終わるもんじゃないかもね。いや、別にいいって。私待ち合わせしてんの。え、あれ、この後飯食って言わなかったっけ。え、どういうこと。俺とは、この後飯。うん、いつ。え、それなんで目の下黒くするの。目の下黒くしてない。涙袋作ってるの。涙袋作るの、ハムスターみたいな。どういうこと。いるよな、でも整形でとんでもない涙袋になってるみたいな。ミカみたいなやつでしょ。ミカ、ああ、ミカってお前の友達だっけ。ミカは、なんか中学の時はやばかったの、ほんと卒アルとか見たらマジビビんだけど。手止まってるぞ。うん、一回これだけ。ミカはなんか卒アルの時見たら、なんかめちゃめちゃね、やばいの、ほんとに。おう、なんか、ほんと、なんか襟巻きとかげってあだ名だったんだけど。なんで、ひどっ。うん、やばかったよね、マジマジかわいそう。なんかセーラー服着たら、なんか襟巻いてるから襟巻き特技みたいな。なんかリボン結ぶの苦手だったから襟巻き特技みたいな。顔関係ねえじゃん。じゃあ、いや、あのシュッとしてのなんか爬虫類顔みたいな。あ、そうだから。かわいいじゃん、宮崎駿とか爬虫類顔って言われて。宮崎駿はかわいいと思ったことないから。宮崎駿あれか。え、あの宮崎葵でしょ。宮崎葵はなんかさ、カエル顔じゃん。カエル顔、そっちはかわいいんだけど、なんかさ、トカゲ系の爬虫類顔シュッてなってるみたいな。いや、浮かばんな。あー、なんだろう、栗山千明みたいな。若い時のアンミカみたいな。知らねえよ。なんでお前逆に若い時のアンミカ知ってるの。アンミカ若くしたらみたいな。あー、でも別に美人系じゃん。じゃん、いや違うね、なんだろうな。王が整形して、うん、なんかバッチリ。何の話だっけ。いや、もう早くしよう。涙袋じゃん。こうしたら影ができる。え、上手い人とかあるの、メイクって。まあ、絵上手い人多分大概上手い。あ、
うわなるほどな、マジそういうもんか。うん、でもやり方なんて簡単だから、もうここ塗っとけばいいみたいなのあるから、多分根本はみんなできる。え、俺絵うまいじゃん、うん、え、俺もじゃあ化粧したらうまくはなる。まあ、細かいところは上手じゃない。なんかやっぱリンクするんだそれは。うん、多分大丈夫だと思う。だから単純に器用不器用っていうのか。器用不器用だと思う。そういうことか。まあ、毎回口紅その色だな。そういうもんな、みんなお気に入りの色みたいのがあって毎回一緒みたいな。いや、そんなことないね。毎回その色じゃん、だって。で、私これもあるし、これもあるし、うん、これもあるし、これもあるか。いや、同じ色じゃん。全然違うから。あ、この赤いのは違うな。全然違うね。いや、他の3つ一緒じゃん。全然違うよ、桃の天然水みたいな色だろ。透明だよ、ほら、透明じゃん、ほぼ、もう入ってない、透明だよ、ほら、うん、空それ全部空じゃないって、透明なんだって。これキラキラだし、これ目入り。だし、なんかこれとかは結構濃い時に使う。濃いな。濃いよね。でも、手止まってんじゃん。あんまり男好きじゃないと思うよな、こういうの。手止まるじゃん。開け。え、俺じゃあ普通に棒止まってりゃいいって感じ。え、何時に帰ってくるの。はぁ、わかんない、12時。オッケー。全裸監督見てよ。はい。お前何話まで見たん。6。おぉ、進んでんな。マジおもろい、マジおもろい、マジおもろい。だから6まで進めて、逆に。ああ、なるほどな。うん、オッケー。あと4話か、まあ、ちょうどいいぐらいか。じゃあちょっと待って。ん、ほら、めっちゃ時間いってんじゃん。声出るな、相変わらず。ほら、めっちゃ時間いってんじゃん。もうな、ほら、外れるじゃん。なんで話しかけた。すまんすまん。もう言ったじゃん、着替えてないし。なんで話しかけた。すまん、申し訳ねえな。ちょっと待って、うん、ほら、ディップの色ミスってんじゃん。そればっかりとか言うから。ちょっと待って。すまん、申し訳ない。ちょっと待って。うん、ちょっと待って。うん、もういいんじゃん。見てないのに言った。うん、いや今の見てたっけ。見てないのに言った。時間ちょうだい、行ってきます。はい。これ寝るな、このまま。